本日の試合は能登半島地震の被災地支援を目的に頑張ろう石川デーとして開催されています。今一塁ベンチ前に整列しまして帽子を取りました。今放送席にもその声がこだましました。球場も大きいなと思って見てるでしょうね。そうでしょうね。今日は試合前募金なども行われまして、はい、現在も行われているということですが、先ほどは西舘大成がファンの皆様とハイタッチをして募金を受け付けるというシーンがこの東京ドーム内でありました。さあ今子どもたちが走り出していきました。なかなか守備位置につくのも大変ですよね、はい、子どもの笑顔はやっぱいいですよね。そうですね。ゴールデンウィークの4月29日巨人対ヤクルトのデーゲームです。さあそして始球式、今日は下口青人君とキャッチャーは米谷ダイアン君が務めるという情報も入っています。さあこの子どもたちが待つエリアに、さあジャイアンツの選手たちが登場します。原さん、先ほど少しあのヤフーレの話途中になりましたが、はいはい、まあ、そのヤフーレに対してジャイアンツはグリフィンがマウンドに上がりますが、ね、久しぶりなんで、でもまああの中7日で、サング戦に3イニング投げてたと聞きましたけどもね、はい、内容は良かったというふうに聞いてますけどもね。サング戦では3回を投げて2安打1失点、自責はゼロだったということで、はいはい、まあ、100% 投げてもエラーで1点取られた時は、もう 100% 投げても全然問題ないということで、ね、痛みも感じなかった、はい、ということですが、少しこの1軍のマウンド感覚が来まして、もし丸田さんがキャッチャーでしたらバッテリーとしてどんなことを確認されるんでしょうか。ね、絶対力みます。力むんですけども、ちょっと抑え気味に行こうなっていう、はい、もう力みすぎようにだけじゃないですか。力みイコール開く、ボール抜け球が増えるってことが増えてくるんでね、そこだけですよね。すごくでも繊細なところですね、はい、力まないように、でも力んでも仕方ない場面でありますもんね。絶対力みます。力むんですけども、その中でちょっと自分で余裕をなんかね、あの修正してほしい、試合中にね修正できるように。そのあたり今日のキャッチャーは大城ということで、ね、はいはい、どのようなコミュニケーションを取ってグリフィンとヤクルト打線を抑えていくことになるでしょうか。今岡本も子供たちと会話をしまして、でかいでしょうね、岡本は、大人が見ても大きいですからね。本当そうです。僕らが子供の頃に見るプロ野球選手の今のプロ野球選手が明らかに大きいですからね。あ、そうですか。全然体重も大きい、重いですし、もう村田さんも十分大きいですけども、いえいえ、もうさあ笑顔の選手、そして子供たちです。始球式を行います。ピッチャーは下口青人君、キャッチャーは米谷ダイアン君です。決戦の前のマウンドに下口青人君、米谷ダイアン君、それではお願いいたします。始球式を務めます。お、見事な投球、始球式が行われました。守備についていた子どもたちも選手たちに挨拶をしまして、走って戻ってくるところです。さあ頑張ろう石川でゴールデンウィークのデーゲーム。